それでは続いて年代別最後のカテゴリーいきましょう。フィジークモデルクラスオーバー50、エントリーナンバー24、達郎お疲れ様でした。最終、お送りいたします。ありがとう。フィジークモデルクラス
筋肉を競う50歳代以上の選手がラインナップのカテゴリーです。さあ皆さん、この8名の中に見事ベストオーディエンス賞を獲得した選手がいらっしゃいます。ベストオーディエンス賞は選手に向けての声援が素晴らしかった、そんな方に贈る賞となります。まずはこちらの発表です。ベストオーディエンス賞見事獲得いたしましたのはエントリーナンバー88シネキー、おめでとうございます。さあ見事ベストオーディエンス賞獲得いたしましたのは藤田茂樹選手です。さあ88番藤田選手の応援をしてくださった方、どこにいらっしゃいますか。ありがとうございます。真ん中の方に参ってください。はい、ありがとうございます。さあ本日観客席からたくさんの声援そして拍手をいただきました。藤田選手とオーディエンスの絶対俺の方がいいや。みんなで記念撮影いきましょう。できるだけ中の方にお詰めください。はい、真ん中にしゃがんでいただいて大丈夫です。真ん中にギュッと集まりましょうか。ありがとうございます。ください。ギュッと集まります。ギュッと集まっています。はい、もう一本の中の方にもう一本の中の方に、はい、いいですか。では、敵の方にお願いします。笑顔で参ります。参ります。3、2、1、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。初めて、おめでとうございます。初めて、本日のステージをたくさん盛り上げてくださって本当にありがとうございます。それでは第5位より発表です。第5位エントリーナンバー88刺激藤田。さあ若者がたくさんの挑戦いただきました。続いて第4位エントリーナンバー29トール高橋。第3位エントリーナンバー33ヒロヒデ中川。第2位エントリーナンバー87リュウジカト。おめでとうございます。優勝されました加藤選手には APM チェアマン荒木武史よりメダルとトロフィーが贈られます。また副賞といたしましてオールアウトカナよりパワーグリップ、ビートモカナよりビートモグッズ、以上などを贈呈されます。さあ各世代別のフィジークモデルチャンピオンが揃いました。この後のオーバーオール戦、皆さんお楽しみに。はい。